打ち上げています。ショートの向こう側です。遠藤が追いかけて声をかけました。ショートフライでランナーそのまま二塁です。そんな中で3番の遠藤が入りました。初戦は4打数3安打大当たりでした。スライダー大きなスイング空振りです。谷口さん、はい、どうぞ。先発の曽根投手ですけれども、はい、この遠藤選手には気をつけたいと話していましたね、うん、東京ガス打線上位は足もあるし3番の遠藤選手は前の試合でもヒットも出ている、うん、クリーンアップには特に気をつけたいですと話していましたよ。なるほど。今菅野さんからリポートが入りましたがやはりあの初戦の戦いを見ているとこの遠藤黒田、まあ、この辺りは要注意かなという感じがします。ただここは2ナッシングかなり遠藤の方が大きなスイングで打ってきますね。三富監督もかなり遠藤選手をマークしてたので、初戦のバッティングなんか見てると左ピッチャーでしたけど外のスライダーにですね忠実にセンター返しを見せるうまいバッティングで2本センター前がありました。もう1本はライト前と3本のヒットを打ったこの遠藤です。おっと、これはファールボールという判定グリップエンドというコールです。ただ遠藤はおそらく小指あたりにかすってますよという感じのリアクションですけどもこれどう判定を見るかリプレイです。ちょうど挟まっちゃったような感じですね、グリップと大丈夫ですかね。判定はファールということだったんですがこの遠藤のリアクションを見てるとちょっとこれ心配な感じになります。これあフレス大丈夫そうですね、大丈夫ですね、はい、よかったですね、うん、まあ、チームとしてもこの遠藤が、まあ、怪我で離脱となるとこれはちょっと痛いんでね、はい、仕切り直し結局ファールボールでカウントは2ナッシング変わりません。ずっと追い込まれながらファールファールで来ております。バッターは遠藤。さあ仕切り直しの5球目になります。まあ、遠藤に対してはほとんどピッチャーの曽根はスライダーで攻めてるんですがインコースに構えたキャッチャーです。見逃しの三振でした。ストレートできました。思い切ってきましたね、今全く裏をかかれてしまいましたね。そういう感じですね、はい、僕も絶対外の変化球かまっすぐかで外すんじゃないかと思ってたんですけど、さあこれでランナー3塁チャンスが広がって遠藤です。今日の第1打席は、まあ、途中ね、おっと初球打ちはセカンドゴロです。1塁はアウトになりました。ランナー3塁残塁です。追加点はこのチャンス取れませんでした。3回まで終了しています。1対0です。